ア・リーグ首位打者のクワン。侍ジャパンとして WBC 出場熱望。侍ジャパンのメンバーとして WBC 出場へ意欲を問われ、もしも機会があったら、ぜひとも参加したいと意欲満々。前回も出たかったけど、規則の問題で叶わなかった。制度が変わるのであれば、ぜひ出たいと侍ジャパン入りを待ち望んだ。WBC に日本代表として出場したいと思うようになったきっかけについて、2009年の WBC の試合を LA で見た時と振り返り、私は北カリフォルニア出身で、南カリフォルニアまで試合を見に行った。日本代表の帽子を買った。当時から WBC 出場に惹かれていたと、現地観戦したことがきっかけで侍ジャパンに憧れるようになったと語った。強化版近藤やぞ。もうアメリカで出られるんじゃね。侍ジャパンに入ったら日本企業から CM の仕事とかもらえるしな。ヌートバーより全然格上じゃないか。OK にしてくれよ。前回参加資格がなくて招集できなかったのに、なんで次回チームに入れると思ったんだ。WBC の制度なんてコロコロ変わるから。あんちゃん、日本代表になって天下取っちゃえ。食わねえやん。でも近本おるからな。おめえは日本の前にアメリカに選ばれちまうよ、食わん。確かにアメリカ代表として選ばれてもおかしくない選手になってそうだな。条件変わらんと厳しいな。でも食わんならアメリカ代表狙えるし、そっちでも見たい。パスポート取得が間に合うかの問題でとか言われてたけど、やっぱそもそも出場無理やったんやな。ご視聴ありがとうございました。